かっちゃんです。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今日は先日ツイッターでね、@551039さんに動画のリクエストなのですが、カバンの中身紹介的なのが可能でしたらよろしくお願いしますというふうにツイッターでリプをもらったので、カバンの中身を紹介していこうかなと思います。まああんま何も入ってないですけどね。今これ使ってるんですけど、2900円くらいで買った安物のカバンです。ちっちゃいポケットにはこのキリミちゃん、これの中は飴とかお菓子が入ってます。あと大きいとこはこれ仕事用のカバンは吉田カバンがすごい好きなので、これは仕事のやつとかハンコとか入ってるかな。ミニポーチ、これもポーターです。この中はなんか通帳とか印鑑とか入ってる。これは名刺、 YouTube 用の名刺を作ったので、会った人とかには名刺を交換したりしてます。イヤホン、あとこれが私のお財布、もう岐阜の職人さんがちょっと作ってくれたハンドメイドの財布です。ドラえもん、この中はワイコンが入ってます。あとはマンフロットの三脚、これでリップくれたんで、仕事も普通の時も一緒にできたらいいなと思って、表が派手じゃないですか。地味な安いカバンを買ってきました。なんかこれ真っ黒なんですけど、ここになんかわけのわからないマーク入って、これ2000円だったんですよ。2000円でめっちゃ安かったんで、これを仕事もプライベートも使おうかなと思って、ビレッジヴァンガード。マークを消せばいいと思うんですよ、うちは。M&M の缶バッジ。このチェブラーシカ2体買っちゃいましたよ。よし。ハリボー。実はハリボーめっちゃ好きなんですよ。イヤホンコード付きですよ。これを、ちょうどここに巻いとけばちょうどいいと思ったんだ。とイヤホンはこれでカバンの中に片付けようと思います。リスカ納豆チップル食べよう。この間のハートチップルの納豆版があって、こっち美味しいらしいんですよ。うん、うまかっぺー。和風醤油味みたいな、このカエルのやつね。あー、普通にうまい。普通のハリボーのやつより白いとこが美味しいです。スターミックス、これはなんかマシュマロみたいです。こっちはね、いろいろ入ってますね。コーラも入ってるし、クマも入ってます。ハートとかも入ってます。これ美味しいよ。このヤンキーとかなんか消そう。うん、よし、今こんな感じでかけてみました。まあシンプルですね。めっちゃこれから缶バッジつけたりしておしゃれにしていけば、まあ普通に可愛いカバンだと思います。はい、ということで今日はカバンの中身の紹介でした。もしなんか希望とかあったら、またツイッターでリプとかコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくです。